養子にするのは一人だけだと師匠は言った。這い上がってこい、その一人を弟子にすると、強くなければ生き残れない、それが北斗の定め。僕は気にしないで、兄ちゃんだけ登ってくれ、大丈夫だから早く行ってよ。そう頼んだのに、ラオウは私を抱きかかえて、片手で崖を登った。断崖絶壁に勝ったんだ。